んこんばんは、アバタケンです。よろしくお願いします。ということで12月の定期ライブ始まりました。はい、はい、そうですね、僕たちのこの12月12日のライブ、クリスマス前のライブということで、はいはい、今日ちょっとクリスマスソングなんかも入れたり、入れちゃったね、入れちゃったね、1曲目ね、入れちゃいましたね。そうですね、クリスマスソングなんですけど、クリスマスっぽかったですかね、どうだったんですか。ちょっとクリスマスっぽい雰囲気で歌ってみたんですけど、ちょっと感情とかも入れたり、そうですね、そっからの宇宙でガーッて上がって、宇宙でもなんかちょっとクリスマスっぽい感じ確かね、出てたかなと、ないわ、ちょっと寂しげに歌ったりしたりしたんですけど、ダメでしょ、寂しげに歌っちゃうということですね、まずは自己紹介から始めさせていただきたいと思います。はい、はい、MC とリーダー担当してます、たくまです。よろしくお願いします。たくま。はい、村崎担当、MC 担当、リーダーのしゅんです。よろしくお願いします。はい、ピンク担当、リーダーのふみやです。よろしくお願いします。はい、青担当、MC とリーダーやってます、たくです。お願いします。よっ。はい、アザーステップの一般社員、大輝です。よろしくお願いします。合格したね。合格した。合格したな。合格しちゃった。いやー、ということでね、リーダーです、リーダーです。いっぱいいたね。自己紹介もすごいいい感じでちゃんとね、まとまりまして。そうですね。一番最初ふざけてる。え、そうですか。お前のせいだよ。俺が一番嘘ついてないと思うよ。みんな乗っかっちゃったから、ちょっと大輝がかわいそう。一番嘘ついてる。大輝がかわいそうな感じになっちゃって、俺はもうずっと焦ってたもん。な、何言おうかな、んて言おうかな、ずっとね、あのランプ大輝についてるからね。回答権大輝にあるけど、今ずっと大輝こうやって違う、大輝がさ、あのタクマがリーダーですって言った瞬間、あって顔してた。あって顔して急いでこう、フリップ返してマジどうしようみたいな。真っ白になってんだって。まあ、ということですね、はい、クリスマスの話なんかをしたいかなと思ったんですけど、はいはい、クリスマスクリスマス…クリスマスプレゼントなんかもらって、クリスマスプレゼントもらって嬉しかったものとかあります？あります。あ、俺あるよ。いや、俺はまあ小学校の頃だけど、普通にゲームが好きだからゲームのカセットかなって、その時の最新のゲームとか買ってもらって、あれサンタさんからいただいて、サンタさんにね、サンタさんからね、サンタさんからいただいて、それをずっとやってたなっていう感じかな、俺は。なんか掘りがいがないけど、あ、何やってた？ね、あんま有名じゃないんだけど、ドラゴンボールのなんかタイトル忘れたのに、ドラゴンボールのなんかタッチペンで操作してやるゲームだったね。ちょっとドラゴンボールって出していいか。ダメよ、関係なんかしてないから。大丈夫、わからんし、ポケモンもやったし、任天堂大好きだから俺は。ああ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。ただ大輝はサンタさん来たことある？あるあるある。あるあるちゃんと俺にも来たことあるよ。あ、そっか。ああ、サンタさんっていい子にしか来ない。いい子だと。何歳までサンタさん来たの？5歳。いや違う。ごめん、嫌ない。ちょっと待って、ちょっと待って。ちゃんと多分中学生までもらって、あ、ね、普通ぐらい聞いとこね。中学生から悪い子だったんだ。じゃあ中学生から悪い子になっちゃったの。そうだ、ちょっと悪い子中学生から悪い子だった。そうだね。あ、まあ、プレゼントとか特に嬉しかったのとかだったの？グリとグラ。絵本？絵本？絵本？日本。あ、それは最後に小学校6年生とかにもらったやつ。そうだね。ああ、小学にもらったやつ。かわいいじゃん。そんなとこですか。そうですね。閉まったか。閉まってないですね。そうですね。一番大輝が輝いたので、大輝に次の曲振りをしてもらおうと思います。あ、そうだね。あ、なんかすいません。では続いての曲いきます。染めていけ。繋がらなくて傷つくことが怖いって
チャンス好きだしな。クールボーイズマンばっかりでも気に入らない景色染めてゆけ。続けて聞いていただきました。はい、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかと言ったわけなんですけど、まあ大輝に聞いた方がいいんじゃない。どうだった。良かったです。おー、ありがとうございます。染めていけもね、プロローグも作詞作曲は、メンバーである大輝としてね、はい、僕が作りました。そうですね、はい、大輝が結構頑張ってね。そうだね、何ヶ月もかけて作った曲だったんですけど、うん、どうでしたか。いや、まだ満足いってないですね。こっから帰りを作ったんですよ。やっぱり難しいって聞いたのと違うな。なんか変わるから結構。はい、プロローグはまだ2回目の披露なんでね。うん、そうだね、先月1回。そうですね、まだ進化段階というわけなんで。はい、ということでですね、あ、はい、そうだ、今月、うん、はいはい、メンバーの中で、はい、まあ、なんか特別な日を迎えた人がいる。あ、そうなのらしいですね。おや、噂によると。へぇ、誰。俺も分かんない。誰。俺大輝。 あれ、いや、俺じゃないの。あ、そっか。そう、あ、俺何言ってたんだろう。いや、俺は12月9日から。おめでとう。いや、もう一回。おめでとう。ありがとうございます。何回誕生日やんの。いや、その俺、人生で2回生まれたから。あ、2段階誕生してるんだね。そう、2段階誕生してるから、そう、2回目の誕生日っていうことで。なんか素敵だね、それね。そうでしょ。じゃあ、次。待て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 聞き捨てだなって。誕生日、どうしたの。かぶせられてたけど、誕生日する。僕です。ありがとうございま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 す。誕生日でした。じゃあ行きますか。待って、なんか、なんか抱負とか、なんかなかったらいいですよ。なかったら次行くんで。行きますか。あ、なんか抱負言ってもらって。いや、もうなんか、もういいや。良くなっちゃって。あ、なんかありますか。インスタライブもやってるらしいです。あ、インスタライブもやってらっしゃるんですね。こっから、はい、スタート。え、ここから？ここから。ここからインスタライブですか？はい。ありがとうございます。インスタライブの方からお願いします。次の曲が1曲目となりますんで。違います。ぜひとも聴いていただいて。5曲目です。5曲目。ここから6曲ぶっ通しでインスタライブ配信させていただきますんで。そうですね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。ということで。じゃあ誕生日のくだり。誕生日のくだり。あ、じゃあ、できる限り僕のことを見てください。はい、お願いします。おぉ！よっ。期待大。おめでとう。ありがとう。ということですね。期待がすごいよ。じゃあもうラスト2曲になってしまいますけども。そうだね、ラスト2曲、はい、いいですか。誕生日にふさわしいパフォーマンスを期待させていただきます。そうだね、はい、真ん中で、はい、そうですね、ノーミス。真ん中で、真ん中 で, じゃあ真ん中でいいんですか。ちょっと真ん中タクマになっちゃった。どういうズレ方ですか。はい。はい、じゃあ曲よりお願いします。僕らはいつもここにいる。大事な足が滑った分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 
ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、今回もね、6曲ぶっ通しで聴いていただいたライブでしたけれども、はい、いかがだったでしょうか。いや楽しかったですね。あー、やっぱすごい拍手をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。インスタライブの皆さんもいかがでしょうか。あ、楽しかった。拍手してると思うんですけど、コメント欄8888。あー、いいですね。ちょっと古いタイプのネットだから古いタイプ。いや、ありがたいですね。はい、いや、今日も、今日クリスマスライブということだったんですけども、そうね、ね、ね、まあ、クリスマスっぽい格好は特になかったんですけども、そうだね、いつも通り一応ね、クリスマスっぽいですよ、一応、まあ、そうですね、一応見たね、まあ一応じゃあ、クリスマスか、じゃあクリスマスです。さすがに、受けたるのも後ろにもいるね、うん、いっぱいいるね。だいたいこの辺で顔回してるから、あんま見えないんだけど、まあ、クリスマスっぽかったというか、まあ、雰囲気は変わっていく、ね、そうですね、クリスマスっぽい衣装で今回も頑張らせていただきましたけど、はい、ということで、はい、今日の感想をちょっとね、メンバーの方から語っていただきたいですけども、あ、インスタライブもう終わりですか。終わりにします。じゃあ、ありがとうございました。今日もインスタライブご覧の皆さん、ありがとうございました。はい、ということで、まあ、インスタライブに収まりきれなかった感想を誰かに語っていただきたいんですけども、いつもフリーハンドで選んでるんで適当に行きたいと思います。はい、はい、適当っていうのは適切なっていうね。ああ、うん、そっち。じゃあ、はい、あ、違う、大輝じゃないわ。誕生日だった。ああ、ジェネに頼むの人よ、忘れてたわ。主役だもん、今日は。そうですね。はい、じゃあ2個前でよか。今日はライブに来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、僕たちのパフォーマンスはいつもと変わらずすごい暑かったと思うんですけど、外に出たら、まあ、肌寒い季節になってますので、体調にだけは気をつけて風邪ひかないようにしてください。あと、あれですか、この後、僕たちのライブが終わった後にインスタグラムでまたちょっとだけやるのかな、交流会的なものを開くので、もしよかったらそちらの方も見てください。はい、今日のテキライブありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではこの、テキライブは終了いたしましたが、この後15分ほど、交流会の方に入らせていただきます。僕たち一旦マスクをするために一回退場します。改めまして本日のライブありがとうございました。ありがとうございました。